入りの葉っぱがたくさんすぎてまとまりません。こんにちは、花草人の尾関淳子です。今週の花ツバー、ソラナの幸せ宝石です。なんかすっごい素敵な名前がついてますね。これなんだろうって思わず思う名前です。でもこれってよくよく見ると、あれか、冬サンゴのふいりです。実もふいりになってるの。ラベルの方にはキャッツアイ、宝石のキャッツアイって書いてますよ。キャッツアイがよく熟して色んでくるとルビーになるって、素敵ですね。これだけのねボリュームの斑入り、あんまりこの斑入りたくさん入れるとうるさくなってしまうので、これを使うときは濃いグリーン、グリーンの葉っぱを足すといいですよ。他にも濃い色のお花を合わせると引き立てあってとても綺麗ですよ。花草人ではこのような寄せ植えギャザリングのレッスンオーダーを受けたまわっています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人 LINE アットでは季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げてます。ぜひ登録してくださいね。花草人の尾関。